卵竹は、原竹木天狗竹か天狗竹族の天狗竹亜族卵竹節に分類されるキノコの一種。従来の学名は、A、ヘミバファ作だったが、近年の遺伝子レベルでの研究により変更された。古実体は、はじめは厚くて、白色を呈する、外皮膜に完全に包み込まれ、白い楕円体状をなすが、後に長分が劣化し、傘及び、柄が伸び始め、 外皮膜は深いコップ状の壺として柄の基部に残る。傘は釣りが形から半球型を経て、ほぼ平らに開き、老成すれば浅い皿状にくぼむことがあり、計4から15センチメートル程度、羊には粘性があり、親戚食内し、大々回路を停止、周辺部には明瞭な放射状の明瞭な乗船を生じる。肉は薄くてもろく、 炭鉱色で傷つけても変色することなく、味、匂いともに温和である。ヒダは、やや密で柄に、理性し、小ヒダを交え、比較的幅広く、炭鉱色を呈し、円は幾分、古城をなす。柄は、長さ6から18センチメートル、計8から15ミリメートル程度、ほぼ上下同大、炭鉱色、泡透光色の地に、帯化石色ないし、 帯やかだ色のだんだら模様を表し、中空で折れやすく、中ほどに大きな唾を備える。唾は、帯やかだ色を呈し、薄く柔らかい膜質で大きく垂れ下がり、上面には放射状に配列した微細な条項を備えている。壺は大きく深いコップ状を呈し、白色で厚い。放射紋は純白色を呈し、放射は、幅広い楕円形内種類球形で、無色、平滑。 要素溶液によって、灰色耐性灰色に定色しない。ヒダの実質部の菌糸は淡い黄色の内容物を含み、頻繁にカスガイ連結を有している。ヒダの縁には、逆フラスコ型、太い根棒形、円筒型などを成した無症細胞が多数存在する。カサの表皮層はややゼラチン化しつつ補服した、細い菌糸で構成されている。ツボの組織は、 緊密に絡み合った無職の禁止からなり、その構成細胞はしばしばソーセージ上あるいは卵状に膨れている。外皮膜に覆われた、小実体茨城県ナメガタ市、2017年8月陽金、神奈川県川崎市、2016年9月老金、八ヶ岳2009年8月正金の日騨茨城県、ナメガタ市、2017年8月阿部熊産地、 檜山の紅葉樹林と山道の脇に、卵竹が生えている夏から秋にかけて、紅葉樹及び新葉樹の林内、あるいはこれらの根光林に、個性内視点々と群生する。蒸気の樹木の細,の細根の細胞間隙に菌種を侵入させて、外生菌根を形成し、一種の共生生活を営んでいると考えられる。南半球では、双葉垣科の樹木に、 外政菌根を形成しているという。日本、中国、西論、北、アメリカなどから報告されており、インド及びオセアニアにも分布するという。本種は旧ソビエトの宴会集から新種記載された。鮮美な色調を有することから、日本では有毒キノコのように誤解されがちだが、実は無毒であり優秀な食用キノコとして人気がある。キノコ自体壊れやすいため、 一般にはほとんど流通していない。茹でると煮汁に黄色い色素が出るため、色を楽しむには茹でずに焼いた方がいい。味は強いうまみがあり、フライや炊き込みご飯、オムレツなどによく合う。殻を破る前の洋菌は生殖されることもある。現在、新州大学で栽培に向けた研究が進められている。福島第一原子力発電所事故以降の放射性、物質検査で、宮城県、 群馬県、山梨県から採取された卵竹から規制値の100、べくれキログラムに近い放射性セシウムが検出されている。西洋卵竹は、柄が本種よりふと短くて、だんだら模様を表さないものが多く、傘の周焉部の上高は卵竹に比べて短い。また、放射が卵竹のそれよりも細長い。また、卵竹は、 壺の内側が黄色を帯びている点で西洋卵竹と区別できる。北子竹は傘が対等公職を呈し胞子がわずかに小型である。北子竹も卵竹と同様に食用にできるが、口述する卵竹もどきと告示しているため、傘に溝線があり、ひだ、つばが黄色いことを確実に確認する必要がある。茶卵竹は、 傘が投稿色から黒色を呈し、蝶部の色が濃い。また、縁取り卵竹は、卵竹に非常によく似ているが、傘はやや褐色を帯びた、投稿色を呈し、ツバも、耐褐石色であり、さらにヒダが耐褐石色の縁取りを有する点で、異なっている。なお、分子系統解析の結果からは、日本産の卵竹と甘似た弱線部ポーマールおよび、生意用卵竹の間には、 DNA 塩基配列の一部に高い相似性があるとされ、これらを地理的野種とみなす意見もある。成長開始未成熟な、小実体成熟した、小実体、アマニタジャクセンブパーマールの様々な成長段階。ベニテングタケ卵だけに外観が似た有毒キノコとして、ベニテングタケがあり、ことに激しい幸運の跡などには、傘の表面に散在する白色のイボが脱落することがあり。 卵竹との識別が一層困難になる。卵竹は全体的に鮮やかな色調であること、柄が黄色で、イボがないため慣れればキノコ狩りの素人でも、極めて容易に区別できる。また、卵竹もどきはむしろキタマゴ竹に類似しているが、こちらは、卵天狗ケに近煙な種で、卵天狗竹、ケ毒ツル竹などと同様の毒成分を、含有し、死亡例もいくつか報告されている。 本種は、北ゴタ竹と異なり石だ。ツバが白く、傘には溝線がない点で区別できる。ありがとうございます。